ゲーム実況者の朝は早い。朝は5時に起き、モーニングコーヒーを飲むのが僕のモーニングルーティン。妻も子供も起きていないこの時間、この一人の時間が家族との時間の大切さを一層深くいいものにしてくれる。ということはもちろんなく、この日はたまたま仕事で早朝から東京に行かなければならず、いやいや5時に起床。3日間東京に行くので、3日分の投稿動画の最終チェックを行いながら目にブルーライトをぶち込んで起きる。寝る前にブルーライトは良くないとよく言われますが、逆に朝ブルーライトをぶち込むと確かに結構起きられます。でもむちゃくちゃ体に悪そう。なお朝のチェックはかなりバタバタとやっているので、特に動画の後半に編集ミスが多いのはこれのせいかもしれないです。親の顔より見た新大阪。電車の中はだいたい読書タイム。いつもは活字の実用書が多いんですけれども、この日は鬼滅の刃にハマっていたので、ひたすら鬼滅の刃を読んでいました。どうも、鬼舞辻無惨と申します。よろしくお願いします。ちなみに最近読んだ活字の本だと、サピエンス全史っていう人類の進化に関する本がめちゃくちゃ面白かったです。ちなみに飛行機とか新幹線の机の上にあるこのくぼみすごいよね。ちょっとしかくぼんでないのに飲み物置いといたら結構こぼれない。すごい。思ったより早く仕事が終わったので、ゲーム実況者友達の牛沢を呼び出して、なぜか東京に来ていたとわこと3人で飲むために新宿へ向かう。いいもの発見。世の中そんなに甘くない。 JR 新宿駅の東口から出たかったけど、南口から出てもうてどこ行ったらええかわからへん。遅刻やーって思ってたけど、東京の人も同じようなことしてたので、やっぱり新宿はダンジョン。っていうか方向音痴のことなめてたわ。集合時間20分遅れぐらいでなんとか全員集合。まあかなり優秀な方です。1時間2時間平気で遅れてくるやつはいっぱいいます。ゲーム実況者は時間にルーズ。新宿はよくわからないので、とりあえずビールのうまそうな店に突撃します。よくわからないけど飯もビールもうまかったのでオールオーケー。なんか靴型のジョッキでビールを飲みながらたわいもない話で盛り上がりました。主にゲーム実況の話。ちなみにトワコと牛沢と僕フルコンと、あと、湯気の4人でチーム湯豆腐というチームを組んでいるので、この3人で飲んでたら湯気っぽかわいそうとか言われたりするんですけど、今日はたまたまこの3人になっただけで、この3人やから湯気っぽも呼ばなきゃみたいな義務感で人を呼ぶほど付き合いは短くありません。っていうか湯気っぽは酒を飲まない。そしてこの顔である。よく働き、よく飲んだので死ぬほど眠い。動画も撮り忘れたので画面はイメージ映像を載せておきます。嫁はんに連絡して家の状況を聞いたら、最後の気力で歯だけ磨いて爆睡。風呂は明日入ります。この日は僕の所属しているゲーム実況者ワクワクバンドで毎月やってる番組ワクワクソーの生放送があるので、秘密のスタジオへ直行。ワクワクソーは毎月 YouTube で生放送してるので、よかったら見に来てください。どい、セラさん、一言。今回ちょっとこの東京一連を旅動画にして、しようと思ってて、なんでちょっとだけ撮らせて。うん、なんかちょっと自分は
割とフレッシュで若くやっていけてると思ってたんですけど、さっきちょっと体を動かしたらもう老いを感じざるを得なかった。どこがや。そうですね、36年もうダメだ。セラさんほんまにあかんかった。ここか今日楽しみにしてる。そう放送今日お前見とけよ。この日は話題のリングフィットアドベンチャーをプレイ。いいよいいよいいよ。やらしいな。お、俺を倒せたらな。アイアン、アイアンめっちゃ強そう。え、体力もたんの。うわー、強え。あ、一人か。あ、でも、もっと焼け。もういっぱいしたよ、でも。もっと焼け。足りねえぞ。よし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 、いいぞ。どんどん焼け。よし。はい、生ビール。もうラストが終わってしまった。どうしちゃったの。何とかして収まらせて。いやもうね、焼きすぎだよ。一度燃えたらね、やっぱしばらくは。何してんの。しばらくは、ね、なんでそんなにいっぱい焼くの。お前が足りねえって言ったよ。黒幕、黒幕、黒幕、悪い黒幕、悪い方の黒幕。あ、ごめん。タクシーで帰っている途中、皇居の近くを通りました。パレードの前日だったので厳戒態勢な感じ。ホテルに帰ったら寝る前にドラゴンボールガイデン転生したらヤムチャだった剣っていうおみたいな感じのタイトルの漫画を見つけたんだけど、読んでみたらめちゃくちゃ面白くて完全に影響を受けて例のヤムチャスタイルで本日は就寝。である週末の3日間を動画にしてみました。以前55555人登録記念の動画を上げた時にどんな動画が見たいっていうアンケートを取ったら実写動画っていうのが一番いいねがついてたので今回これを撮ってみました。あとドラム動画もって言われたんですけど、ドラムの動画って結構撮るの大変で、なので今回はちょっと一発撮りでちょっとだけ最後につけてみた感じです。いつもご視聴ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。